千葉県ラジオネームメガネ玉手箱さん。サムライローズというアイドルユニットをご存知ですか？聞いたこすっとあごいる？かっこいい名前。ね。大人にだって青春があるというキャッチコピーのもとに、30代、40代、50代の、すごいね。すごいメンね。バーで構成されているそうです。乃木あ、坂も、しっちょん、え、嘘？しっちょんは。マジなんか見たで？ことある気がする、うち。聞いたことある、それ。乃木坂も30年後ぐらいにはそうなっているかも？ でもなんか、そういう、こう、年齢が上になっていっても自分のやりたいことをやれるっていうのは、どんな形であれやっていきたいよね。やってきね。た。でもどう？ 30 年後とかさ、みんな何してんだろうね。何してんだ30ろう年ね。後でしょ？いくついだくろつ？う？ 48 だ。そんな？48か。48だ。だってさ、自分のさ、親と一緒とか、親よりちょっと上ってことやろ？全然想像つかない。なんか自分がそんなになっちね。ゃう。てか全然なんかさ、歳と、取るんかな？いや、年は取るかな？バカ。ね。今まで取ってきたものは何だったんだろうって。年じゃないんだっていうなんかね。変わらんやん。まあ確かにそ確かに気れはづあいるたね。らもうなんかあっという間いや、に、でも、なってそう、なってなってそう。るよ気ね。づいたらもう、あれ48歳だって怖い怖いう。まあでもみんなでもう一回集まりたいね、そういう時集まりたい、に集まりたい。いや、なんかどうなっ女優さてんになってる人とかいると思うよ、きっと。ね、いると思うね。人事じゃない、うちらすごい。ね。頑張ろうぜ。頑張ろうる。ぜ。まあそんな感じで。